新型コロナウイルスです県内では今日新たに1325人の感染確認が発表されました自宅で療養している人は先週金曜日に初めて1万人を超え過去最多を更新し続けています新たに感染が確認されたのは盛岡市で318人中部管内で426人など合わせて1325人です 過去最多となった昨日に比べると700人ほど少なくなっていますが、引き続き1000人を超えています。新たなクラスターは盛岡市の高齢者施設で3件、釜石管内の医療施設で1件の合わせて4件が確認されています。また、直近1週間人口10万人あたりの新規患者数は県・盛岡市ともに過去最多で、盛岡市では初めて1000を越えました。 県内で入院している人は166人で病床使用率は38.2%自宅で療養している人は過去最多の1万1230人となっています。